ちゃん。ようちゃん、学校にいるのに私服なんだね。すぐ帰るつもりだったの。ようちゃんがいるとは思わなかったから。ようちゃんは？うん。ここはひばり校だよ。誰かに見つかったら追い出されるよ。屋上、よく入れたね。そんな必要、もうないから。します。これはね、今までのお礼だよ。短い間でも恋人にしてくれたお礼だよ。仲はお金じゃないんだよ。ようちゃんの思い出だよ。それを私が払います。これようちゃんの短冊なんだ。ようちゃんが引っ越した前日、七夕の行事としてクラスで作った短冊なんだ。私ね、ようちゃんの短冊を拾ったの。教室に落ちてて、飾ってた笹から落ちたのかもしれない。風で飛んだのかもしれない。わからないけど、私が偶然拾ったんだ。返そうとしたんだけど、ようちゃん次の日に引っ越しちゃったから、これまでずっと返せなかった。それを今返します。今まで付き合ってくれたお礼に返します。本当ならもっと早く返すべきだったけど、ようちゃんが展望台の彼女さんを探しているときに返すべきだったけど、これも私のわがままだね。ごめんね。本当にごめんなさい。ここにね、展望台の彼女さんの名前が。だけどね、きっと。
私には陽ちゃんを好きになる資格なんてなかったの。子供の頃の私は陽ちゃんの友達になりたかった。だけどそれは先生に言われたからなんだ。私はクラス委員だったから、いつも一人でいる陽ちゃんを心配した先生が私に声をかけたの。陽ちゃんの友達になってくれないかって。陽ちゃんは母子家庭っていうのもその時に聞いたんだ。だから私は、はいと返事した。私は父子家庭だったから親近感が湧いたんだと思う。仲間意識があったんだと思う。私が一方的に陽ちゃんをちゃん付けで呼ぶようになったのは、それが理由。私は、寂しかったのかもしれない。その頃のお父さんは、仕事で家にいなかったし、お母さんもいなくなっちゃったから。私は、陽ちゃんと傷を舐め合いたかったのかもしれない。これが、陽ちゃんを好きになったきっかけ。初恋っていうにはちょっと寂しい理由だよ。うん。それがあなたにとっての悪夢だった。私が今それを買った。好きだってことを思い知らされて、だから